2月に入りまして。早いね。明日節分よ。そうよ。豆まきすんの？してるよ。形だけはちゃんと。そう。あれ、豆まいたら次の日どうしてんの？え、外にまく？家の中？家の中。各部屋。外にはまけへんの？外には、お庭外やか。外。外に。うん。でもベランダ巻いて変に飛んでったら3階やからさ、あ外にね落ちていくからさ、私でも家やからさ、うん、玄関開けて毎日次の朝、うん、掃除せんな、寒いねこれがまた、スズメ続いてるし車踏んでいってるしさ、もうする豆巻きうちマンションやからね、家なんかぐらいしかしひひ、ね、鬼になります、うん、ならへんよ僕鬼ちゃうもん、でも見た目から鬼ちゃうの、うん、何を言うてますの、僕は韓流役者よ、ヒビョンホンが言うてますよ、ヒビョンホン、ほんま見たらびっくりするで、6日もうすぐよ、6日もうすぐです、ほんまやね、次回か誰かね、見てもうてヒビョンホン見に来てもらうのね、ほんまやわ、来て豆持ってきてやや、え来て文句言って豆投げんのなしヒビョンホンちゃうやんとか言って豆投げんのがなしよ、おにやそれだけ、ほんまやわ、でもどこにいてはるか分かれへんかもしれへん、ヒビョンホン探すから、ああ駅で待ってても、そう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 、お麺作ったるやん、イビョンホンがっていうかほんまに迎えに行かなあかんの、電話かかってきたらな、来る自分だって来はるよ、うん、来れるご指名がかかったら迎えに立ってよ、頑張って探します、大丈夫、詳しくはこちらとか出てるでしょ、無限大、無限大、寺田町、寺田町、公園の前、公園の前でいっぱいあるわ、公園ぐらい、無限大って検索してもらっても出るんかな、来ます、出るんかどうかわからないですけど、ね、まあ、アナログの人のために住所を置いときますと、生野区生野西3-7-7、電話番号が06-6741-3535、うん、これ無限大ですので、日本携帯言うとかな、なんでやねん迎えに行け韓国からいっぱいかかってきたら困るやろ、ヨンホンや思ってほんまに、ほんまやわ、こんなとこにいたんですかって、びっくりするわ、隠れてんねんなあ、そうですよ、来週か、来週ですね、もうすぐですか、ほんまやわ、楽しみやね、ワクワクやね、ワクワクですね、ね、どんな人なんでね、なかなかもしかしたらね、うん、お時間っていう方もいらっしゃるかもしれないけど、まあね、でも主婦の方とか ね、女の人なら仕事してはる人もいるかも分かるので ね、ちょっとお茶しにみたいな感じ、1時半集合で、ね、お友達を誘い、うんうん、ね、合わせの上、うん、パートならちょうど終わった時間やねパートならね、パートならね、パートでもさ時間バラバラでしょ、うん、大体でも撮ってるのはみんな10時ぐらいから2時頃までとか言うやん、うん、パートの時間で、私の友達みんなそうやで、うん、働いてるから2時ぐらいで、子供幼稚園迎えに帰ってくるまでにっていうので、まあまあでも子供帰ってくるまでに帰らなかったのこのとこ来てる場合ちゃいますよ、子供ここ来させたんや、子供一緒に一緒にもう楽しみ、ほんまやね、けどね、うん、収録後のお楽しみに参加でしょ、そうそうそう、お楽しみ会、その辺に育児室かなんか作っとかなかなる見立てや、ちゃんと嫌やよ、何でもありかよ、おっちゃんなんでもあり、自分の子供見ひんのにやろ見てますやん、じゃん子供は頑張って世話してるっちゅうねまあまあ冷やかし程度にね、まずはね、来てもらって、ね、どんなんかな、うん、ちょっとお茶飲みながらね、見ていただいてもいいし、ええとこなんでね、ここね、そうそ う, そ う, そう、モーニング350円、12時までです、ね、覚えました、ね、ほんまやわ、覚えていただきまして、うん、そう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 、はい、ねえ、豆まきはどうなんすか、豆まきはするけど、次の日の掃除が嫌やねんな、寒いから、朝から、うんうん、でも、の掃除、もともとさ、豆を自分の数だけ数えて置いて、あの神社とかに持ってって供養してもらったりしなかった？食べる、そう、自分、食べるね、年の数、うん、だからまず初めに、あの豆を神社で供養してもらって、で藩士とかにこう自分の数だけ取って、でちゃんと供養してもらったやつを持って帰ってきて食べたとか、全然や、もう普通にスーパーでこうって封を開けて、自分の年の数だけ家族の分全部置いて、あとは巻こうっていうやつ、うせえな、年の数だけちゃうでしょ、取らせたら、まあ、朝の分これ年の数、3時の分の年の数、なんかもらから調子悪いなーって食べ過ぎでしょそれ、何歳ですか、それぐらい言ってるでしょ、やってへんよ、豆やから、あの豆あんまり美味しないやん、そう、硬いし、味付いてないから、うん、それをね、うちの親が改良っていうか食べやすくするために、うん、豆に大量のお砂糖を入れて、うん、あの温めて、うん、絡めて食べるっていうの毎年、でも最近味付けのやつ出てるよ、うん、味がついてるやつ周りにちょっと、ああでもそれはちょっとお値段高くなるやん、高くなるね、まかれへんやね、えそのお値段高い、まかれへんやんか、もったいない、鳩に食べさせてる場合ちゃうやん
ハトやスズメに巻いてちょっと甘くね。巻いてトラさんハトのふりして食いに行ったのよ。近所の目あるっちゅうね。どうしあったんやろね。かわいそうに言われるやんか。ええやん。一個ずつ拾いに行きはったで。そうそう、いつもその日の朝はちょっと早めに起きてほうき持って履くんやんか、うん、ちゃんと掃除してますねやん。だって自分の家の前豆だらけでうち巻いたん分かるやん、丸分かるやんか。なんでそんな怒られてますの。ほんでまた分かれへんかったらほっといたのかな。他のうちの人も一緒にこうあそこにやっといたで掃除してくれんでって次の、でももう周りは全部ついでやん。もう両隣行ったらお互いさんやからさ、うんうんうん、だって自分どこだけでも風で来るやん結局。ああ確かにね。そやから一緒、うんうんうん、みんなそう、うんうん、もう隣両隣はもうみんなその両隣の分は履くって形やね、うん、自分が掃除する、うん、旦那さんが鬼にしはるんですか。せえへんせえへん、うちも誰も鬼おれ履く書く見えへん鬼に向かって、うんうんうん、こうなるわけね。そうそうそう、なんでこっちや鬼や鬼鬼せえへんで。もう悪いけどせえへんよ。誰がすんの、誰がすんの。しながらその架空でよろしいからなんだ鬼の面ももうでこ豆こうたついてるやん。ついてるついてる。いやいやね、でもトラさんはあの面かぶらんでも鬼やからね。いやだからちゃう言ってるやん。またそれかい。仮装してるしね。みんなでトラさん向かって投げてよろしいね。みんな来てもらってね、6日の日にね。あらあら、僕よりかトラさんの方が鬼みたいやわ。もうそうしよう。なんで絶対ちゃうやろ。どう見ても、いやもう絶対2月6日皆さん来てもうて、うん、現代にそうそうって形ですからね。でもお面ここにしてみるとかどう。いいと思うよ。いやですよ、なんで僕鬼にしようとするんですか、ね。もじゃもじゃのカツラかぶるとか鶴瓶さんみたいなのやん。ええやん。いやですよ。ええやんええやん。一応ねイビョンホンはねそんなスキンヘッドちゃうからさ。イビョンホンですから、韓国みたいにイビョンホンで撮ってるんですから。撮るか。撮りますよ。ほんま豆投げられるわ。ほんまみんなにね。2月6日なんで来てください。みんな2時1時半集合で無限大です、はいはい、待ってます。待ってます。